僕の部屋に綺麗な家政婦さんが来たら、僕の部屋はすぐにやっぱり綺麗になるのかな。もしも僕の部屋に綺麗な家政婦さんが来たら、身も心もすべて洗い流してくれるかな。昔一人暮らしを始めた時、母さんがやってきて、散らかった部屋が一瞬で綺麗になった。世界の魔法みたいに、もしも僕の部屋に綺麗な家政婦さんが来たら、君との思い出もすべて洗い流してしまうのかな。もしも僕の部屋に綺麗な家政婦さんが来たら、僕の暴言すべて洗い流してくれるかな。君と長く過ごしたこの部屋の中に、君がまたやってきて、生まれ変わったこの部屋でもう一度話したい。君の魔法も見たかった。始めた時、母さんがやってきて、散らかった部屋が一瞬で綺麗になった。遠い世界の魔法みたいに。どうもこんにちは、カステラです。今日平日でね、なんかみんな忙しいみたいで、ちょっとお客さんちょっと少ないみたいですけどね。まあ次2曲目はね、カステラのカステイラという曲をちょっと聴いてみようかなと。1曲目はちなみに家政婦さんという曲なんですけどね。2曲目とカステイラという曲をちょっと、曲名の方はひらがなで、僕はカステラなんで、ちょっ と、表記の仕方が違うんですけど、まあちょっとこだわりあるんですけど、これ話し出したら多分20分くらいかかっちゃうんで、次の曲いきましょう。あの日君が僕に吐き捨てたの言葉は、もう思わず泣くってしまいそうなほど心に刺さった。
仕事も趣味も給料も全然違うから、考えることは違っていて当然なんだけれど、だけど物には意欲があるでしょう、あの言葉はやっぱ許せない。そんな夜はこのカステイラが僕を温めてくれる。いつか諦めかけた君をまた追いかけたくさせるのさ。酒なんて飲みに行ったらいくら消えてくのさ。さあ今夜買いに行こう、僕と。あの日突きつけられた残酷な結果をもう思わず破ってしまいそうなほど心が沈んだ。別のことをした方が将来のためだと周りから言われ続けたことが正直答えた。だけどそれって楽しいのかな、これ以外の生き方あるかな。そんな夜はこの浮かすテイラが僕を温めてくれる。いつか諦めかけた夢をまた追いかける気にさせるのさ。うたうたと羨んでいても何も始まらない、またもう一度踏み出そう君と。そんな夜はこの浮かすテイラが僕を温めてくれる。いつか諦めかけた君をまた追いかけたくさせるのさ。酒なんて飲みに行ったらいくら消えてくのさ。さあ今夜買いに行こう、僕と、僕と、君と。はい、皆さん、君と一緒に、君と、もう一回、君と、君と、えい、もう一回、君と、最後、えい、君と。ありがとう。